い、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ現在ですね、スーパースターフェスレジェンズということで、ユベントス染めのね選手たちがですね、さらに追加でやってきている中ではございますけども、同時進行で、通常時の立ち回りといいますか、AP を使った立ち回りとしましたですね、ワールドツアーの方がやってきております。そちらで手に入る金アクセサリーについて、そして、アクセサリーをですね、どういう風に選手につけていくのがおすすめかなどですね、ちょっと細々とした、皆さんにお伝えできたら役に立ってくださるんじゃないかなというお話をですね、いくつかしていこうかなという風に思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、まずはですね、 SWCC 皆さんお疲れ様でした。トーナメント終了ということになっておりまして、僕自身は未参加とはっきりなっておりますね。未参加じゃないんだからって感じですけども、今回はねトーナメントに参加できませんでした。いやー本当にね悔しい気持ちもあるんですけども、まあ優勝者を確認するというところでですね、一応応援に参加しましたよ。 GB5000 に目がくらんで、でも前はですね16分の1を当てるのに 3000GB で、今回64分の1を当てるのに GB5000 でしょう。ちょっとさすがに割に合わないんじゃないですかというふうに思うんですけど、皆さんはどう思われましたでしょうか。まあこちらのね全試合を見てデータを取るっていうことをしてもいいかなと思ったんですけども、もうちょっとさすがに大変だなということでね、今回データ取りはしてないんですけども、まあ本当にね、総合値が30万に近いようなね方も今回現れてきてると、いうところでですね、まあ本当星5監督ピルラ監督ですけども、の威力っていうのはね本当にすごいものがあるんだなと思いました。僕自身は予選8位の方を応援させていただいたんですけども、残念ながらね初戦敗退と、まあこの辺は運ですからね本当にね。ということで予選4位のねこちらの方が、最終的に優勝されたというところでね、まあ本当にね64組の争いですから、まあ、この中でね優勝しきるっていうのは本当に素晴らしいもんだなというふうに思います。本当におめでとうございますというところです。そして今回からはですね仕様の変更がありまして、一番上のねトーナメント以外にもですね、各ディビジョンの、上位のトーナメントを見ることができるよということになりました。例えばプラチナディビジョンだとトーナメントがね、全部で4つ、ありましてですね、それぞれを見ることができたよということになりました。まあ面白いですよね、それぞれのトーナメントの中からまあ本当の1位を決めるというところをやってるんですけども、面白い試みだなと、それぞれが参加しているディビジョンが違う以上ですね、全部見れてもですねおかしくないところが本来だったと思うんですけども、まあ、今回からそういう仕様になったというところでね、皆さん楽しんでやっていただけたんじゃないかなというふうに思っております。次回はもう少ししっかり自分自身も参加していろいろとお話できたらと思っております。さあ続きまして、ワールドツアー、今回はヨーロッパツアーですね、こちらのお話に行きたいと思うんですけども、まあベリーハードのですね、まあ1でも2でもいいんですけども、こちら最後ピエモンテ FC との対戦で、手に入るのが金アクセサリーということになっております。今回は貴婦人のなんちゃらというものがね、3つ来ておりましてですね、まあ今回こちらのワールドツアーで手に入れれるレッピ監督の、フォーメーション貴婦人のなんちゃらに、まあやかった、全て、まあ、こちらのベンチコートとかになるわけですけども、まあ、コンボ効果としてタックル二重丸が、レガースと帽子とセットでねつくよというところになっておりますので、こちらをねぜひ獲得を皆さん狙っていただきたいなというふうに思っております。まあ、やっぱり改良回数5分のなんとかっていうところがあるようにですね、一つの素材に対して改良回数5回っていうのはやっぱぜひやってほしいなというふうに思ってますので、最低でもねベンチコート6枚、そしてレガースを6枚、そしてキャップを6枚はですね最低でも獲得して、誰かにですね、誰かディフェンシブミッドフィルダーの選手にですね、この最大のなんていうんですか、最大に改良を重ねたですねセットでタックル20丸というコンボ効果をつけたものをですね誰かにつけていただければ、いいんじゃないかなというふうに思っております。僕自身もやっぱ2セットか3セット今回ね1週間で集めれたらなと、思っておりますので、ここからですねガンガン回復アイテムを使いながら、こなしていきたいなと、そんなふうに、思ってる次第でございます。あと今回お伝えしたかったのが、前回ワールドツアーがやってきた時にですね来ていた金アクセサリーがですね、まあこちらの、はい、レッドトライデントのスポーツバッグ、等々ですね、こちらユーティリティですけどもが来ておりましてですね、おいおい左ミッドフィルダーが着用条件ってちょっとさ
熱くないんじゃないのっていう話を個人的にはしてたわけですよね。でその段階で来ていたのがマンチェスターユナイテッド染め、今となっては過去のものとなってしまいましたけど、が来てて、まあ、その左ミッドフィルダーですね、まあ、看板選手でありますギグス選手が来ていてですね、まあ、ギグス選手用じゃないかとこの左ミッドフィルダーはなんてね、その段階では思っていたわけなんですけども、なんとまあ今回蓋を開けてみたらですね、今回のユベントス染めのまあいわゆるキーマンですよね、バンディエラ特徴持ちのネドベドがですね、メインが左ミッドフィルダーで登場したわけですよね。まあこちらにですね、あの左ミッドフィルダー対応のアクセサリーをつけれるじゃないかということでですね、まあ非常に最終的にはありがたいことになりましたよね。まあ見ていただきましょうかね。現状、まあまあ僕自身はですね、だから真剣にワールドツアーをやってなかったんですよね。前回、先月ですね。ちょっとした後悔はあるんですけども、まあワンセットは持ってるんで、このネドベドにね、つけていこうかなというふうに思ってるので、まあ皆さんもですね、あ、そうか。前回の金アクセサリーはネドベドにつけれるじゃんと思っていただけるとですね、まあ僕よりも皆さんの方が気づくの早いと思いますけども、僕も幸い気づいたのでね、つけていこうかなというふうに思っております。さあ、現状ですね。全強化が終わってて、スキルをまだつけてないんですけども、強化、まあ、S ランクのものもですね、頑張って、なんていうの、レインボービブスかな、もうカラフルビブスもしっかり使ってですね、S ランクのものも強化して、遺跡特訓もまあそれなりのものをつけて、さあ、アクセサリーのみと残りはなっております。これでね、総合値が1万4000乗るんじゃないかなと思ってるんですけども、つけさせてくださいということで、この画面ではつけれなかった強化画面ですね、強化という画面に行きましょう。ではね、アクセサリーつけさせてもらいましょう。13,340というところだったんですけども、現状はですね、能力アップ順というところで、このレッドトットットと、まあ、ちょっとレッドトライデントだっけ、はい、そして上半身レッドつけちゃうよ、いいよ、下半身 レッドつけちゃうよということで、コンボ効果決定力20丸もね、つきました。どうなるネドベド、来い、いいね、コンボ効果決定力20丸がついて、さらに総合値が1万4000というところに乗る選手がついに現れました。すごいですね。ここからさらに、スキルを2つつけるんで、スキルは多分、上がっても総合値には100ぐらいの影響しかないんですけども、まあ、1万4000以上のネドベド選手が誕生したよというところなので、まあ僕自身気づいたことなので皆さんにご報告させていただきました。ぜひネドベド選手に左ミッドフィルダー限定の、金アクセサリーつけてみてください。ではですね、最後にアクセサリーの活用方法なんていうものをですね、少しお話しさせていただきたいんですけども、まあ、今回ですね、やってきております3周年から続いてる、ユベントス染めの選手たちをですね、まあ、僕自身育てて今後使っていく中で宙に浮いてくるのが、まあ、僕にとっては、前回のですね、カウンターチームね、戦術カウンターの、ポルトガル染めチームの選手たちが浮いてくるわけですね。もう一つ後で来ていたクラブ染めのアトレティコマドリード染めでやっていた方もですね、同じだと思うんですけども、まあ、今回そんな浮いてくる選手たちのアクセサリーはぜひ外しておきましょうねっていうお話を最後にさせていただこうと思っております。まあ、これが現状僕自身がまあまあまだ所持している前回のこのフェルナンドス監督インペラドールイモルタルで使っていた選手たちになるんですけど、このねシェフチェンコ選手、そしてこのフィーゴ選手ですねはね、まだね、なんていうのか、利用価値があるっていうとすごく嫌な言い方ですけども、あのオフェンキーマン特徴とかもね持ってますんで、実はフィーゴとかはねまだね、あの使う価値が、実はありますので取っておくんですけども、まあ、今回ですねゲデス選手、うん、そしてフェルナンデス選手、そしてペペ選手はですねもうちょっとねなかなか使わないかなと思ってるんで、デコ選手はまだ使うでしょう。デコ選手はねちょっとまだ今回のチームでも利用価値があるかなと思ってるんで残しておきますけども、ちょっとね、見ていきましょうかね。まあ、このようにですね、あ、ゲデス選手はもう外してありましたね。というか、もともと育ててなかったかな。最終的には誰かに取って代わられたんだな、育ててるけど。ということは2名だけかな。フェルナンデス選手を見ていきましょう。まさか外れてないことを願おう。ということでね、まあ、こんな感じでなかなかいいものを、なんていうんですか、お召しになっているではないかというね、ブルーヌ・フェルナンデス選手のこちらをすべて外しておきましょうというところになります。はい、どうも。
ね、まあ、こういう風にして再利用を図っていくのがいいんじゃないかなという風に思ってます。ペペ選手も見ておきましょう。はい、アクセサリー、あ、2つしかついてないですけども、まあ、残念ながらね、まあ、いいね、このファンダイクのやつとかいいじゃないですか。他の選手につけさせてもらいましょう。ありがとうございます。ということでね、このようにですね、もう使わなく、まあ、メインどころでは使わなくなる選手たちのアクセサリーをね、外しておくっていうのもね、大事な作業かなと。もちろんですね、実はアクセサリーっていうのは外す段階でですね、ちょっとどの画面で見ようかな、新しい選手にアクセサリーをつけようかなと思った段階で、あの、他の選手からね、奪い取ること実は簡単にできるんですよ。うん、まあ、こうやってユーティリティの画面で見てますけども、お、じゃあこのベンゼマ選手からね、クリスティアーノ・ロナウド選手に、このセンターフォワード、ロス・ギャラクティコスのなんとかをね、もらってしまおうってことも当然できるので、まあ、そんな心配はしなくてもいいじゃんっていうのもあるんですけども、まあ、外れてる方が安心じゃないですか、皆さんね。あの、それはあると思いますので、ぜひね、いらなくなったこの選手はもう使わないなという選手のね、アクセサリーは外しておいていただけるといいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい、ということでトップ画面に戻ってまいりました。今回はですね、ガチャ引いていく中でのね、まあ、間の動画となってると思うんですけども、まあ、少しね、今のうちに皆さんにお伝えしておきたいことをですね、動画にさせていただきましたので、いかがだったでしょうか。今回の内容良かったよ、ためになるじゃんっていう方はですね、高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで今日はここまでにしたいと思います。失礼します。